からパンサークラス11台がコースへと出ていきます。塩田長谷川のチームメイトがフロントロー隊列を整えていきます。その後ろ2列目からは真原石谷、そして山平島根といったあたりが上位からのスタート。1台の隊列がさあコリドーラインに収まってきました。スタートはどうでしょうか。イエローライン、まずはマハラが浮き動きを見せましたが、アウトから長谷川が1コーナーを抑えます。そして2コーナーもトップに立ってきました。ゼッケン1番の長谷川、2番手には石谷、ポールシーター塩田が3番手、4番手には原本が上がってきましたか。10番手スタートでした。ゼッケン27番の原本がさあロケットスタートを決めまして、4番手に上がってきます。から見ていくとオープニングラップリーダーは長谷川、2番手に石谷、3番手塩田、4番手原本、5番手島根、真原は6番手で山下が7番手、8番手に相田、9番手吉川、東堂は遅れまして、現在東堂10番手、1番手に松原と、松原もやはりこの第2ヒートでもまだトラブルは解消していないでしょうか。2番手争いですが、長谷川の後ろ石谷と塩田が近づいてきたか。2番手と上がってきたもののこの6キロがボディーブローのようにじわじわと効いているのか。石谷後ろからボールシーター塩田が近づいてはきています。ここまで思うようにペースポジションが上がってきておりませんでした原本ですが、この第2ヒートスタートでポーンとポジションを上げて、現在は4番手、大きくポジションが上がってきました原本。その原本の後ろには真原周、この序盤主導権を握りましたディフェンディングチャンピオン長谷川、その長谷川拓馬を先頭に現在5周目と入っておりますが、3コーナーから4コーナーバックストレート立ち上がってきまして、後ろ一旦、後ろはゼッケン3番塩田ですね、塩田が2番手に上がってきています。ペース的に見るとその塩田の方が前、長谷川よりもラップタイムは上回っています。さあそのトップ争い、ホームストレートから1コーナーに向かって塩田が前に出ていくか、2コーナーブレイキング勝負。さあここは長谷川が粘っていく、長谷川が粘る、
まだまだバトルは続く中、石谷も加わってきました。本来から3回以降、再びトップ争いが激しくなっていく。そこにマハラが上がってきました。4番手に上がってきたマハラも、目の前のこの3回トップ争いに加わっていけるのか。先ほどと同じように1コーナーで前に出ていく。今度は2コーナーのブレーキング勝負。同じように長谷川が2コーナーのブレーキング。さあちょっと石谷とヒットしたでしょうか。清田が石谷とヒットいたしまして、さあこれで長い隊列が連結しました。さあ数珠つなぎ状態。レースは7周目からこの後戻ってこれば8周目。2番手と再び上がってきました。一谷、長谷川、一谷、清田、真原、原本、島根、そして山平、相田、吉川、東堂と続く10代が両連結トレイン状態。3コーナーから4コーナーでここで石谷をかわしまして、塩田が2番手と上がってきています。さあちょっとここでモナコヘアに相田がバランスを崩してホームストレート。吉川とヒット、モナコヘアピンでラインを外してしまってから慌ててしまったか。間吉川とホーズストレートでヒット、回ってしまいました。レースは残り2周、現在ラップリーダー長谷川拓馬。さあその長谷川の後ろ、塩田、石谷、真原がくっついている。レースはファイナルラップ、クラスの予選第2ヒートもファイナルラップへと入りました。2コーナーのブレイキングは長谷川です。さあそして塩田が3コーナー飛び込んできた。長谷川をかわします。2コーナーのブレイキングで第3長谷川にかわされておりました塩田ですが、さあこのファイナルラップ3コーナーを狙っていました。このファイナルラップで前に出た塩田からのチェッカーとなります。塩田、長谷川2番手、真原が3番手、石谷4番手。最終的には結果だけ見れば、この第2ヒートとスタート、第2ヒートのスターティンググリッド上位4台、オーダーそのままという結果になります。そして5番手には原本が、上がってきたでしょうか。パンサークラス予選第2ヒートが終了となります。